はい、まあ、1ラウンド目の立ち回り、ビルで持って、目指していくように、結構正面向いていただいて、はい、ナイス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 、めっちゃ気をつけてたのに、なんかそこに頼ってるんです。いや、あれ自分でも分かってたんですけど、こう来た時の対処はそれしかなかったっぽくて、ロープ詰めた時にもう自分で行けないじゃん。ああ、どうやって行っていいか分かんないんだよ。ああ、だから膝なんだ、膝、もう膝でもうそのドン行っちゃえばいいんだよ。なんか合わせが怖かったっすね、ちょっと。ああ、いやでもまともに入ったな。いやマジで超気持ちよかった。こっちのコーナーの目の前で目飛んでた。スコーン入ったもんな。これが KO か。久々だわ。もう抜けた感じ分かったでした。ああ、もうあれはこれは終わったと思って。ああ、最高でしたね。ガンプ泣きすぎだよお前。いやマジ嬉しかった。マジ大事だぞ。大事。足も平気だった。そうです。仕方が一緒っていうのも俺は良かった。何かに助けられてるな。気ぃ抜くない、気ぃ抜くない。でもザハリアに勝ったってちょっと嬉しいな。まあな。すごいわ。私はでかい。見てみな、感じの打ち方全く違うから、パワーがついちゃってる分
大振りになっちゃって、もっとシャープに振っていかないと、あの頃だからそれで当たって、全部シャープだと蹴り、あと前足は全然使えてない、前足が。だから前足をうまく使ってない、距離が取れないから、距離が。どうしてもこっちだから近くなっちゃう、こっちでやろうとしてるから近くなっちゃう。だから前足と前足、ジャブで長く、前足で長く、そこ来たところに、ダダンって入る、出させて蹴る。やっぱ上手い戦い方やって自分のリードを取ってない。だってやっぱそうやってやるとペース取れるんだから。ヒヤヒヤしなくするんだから。前足うまく。今回倒すならまあハイキックか膝かなっていうイメージ持ってたから、まあドンピシャっすね。最高。いやもう最高っすね。最高っす。マジで今日にかけてだから俺は。一緒に3週間のタイム行ってね、はい、もうここしか見てなかったね。いやもう嬉しすぎて見ていただいてましたね。なんか俺の中で、まあ、会見とかもそうだけど、ここの次とか展望どうかとか聞かれて、とりあえずもう試合前はここ勝ってからじゃないと見えてこないっつって、まあ、今回とりあえず勝って、まあ、相手もグローリーランキング入ってるし、またなんだろう、世界的なこうチャンスある試合も、ね、あると思うし、まあ一歩一歩行きたいなっていう、どこどこ見てますっていうより強い相手どんどん当てられるから、自然とそれ倒していけばもっともっと道広がるんだろうな。とりあえず今日の勝ちに浸りたいな。それだけぐらいです。お前の分は俺が後